こんにちは。今回は呪術の奇妙な冒険34巻、第4部ですね。漫画家の家へ遊びに行こうの回、岸辺露伴が初登場のところなんですけれども、そこから、露伴さんではなくて、音石明を取り上げたいと思います。で、効果音としてはビカーと、もう一つ、ドヒャーですね。この2つになります。で、何が言いたいかっていうとですね、このビカーっていうのは何の効果音かっていうと、音石明というのが第4部の前半のボスキャラといいますか敵役なんですね。で、後半がかの有名な吉良義景が出てくるんですけれども、その前に、丈助たちを苦しめたのがこの音石明という人です。で、彼のスタンドっていうのがレッドホットチリペッパーズというので、こういう感じなんですけれども、これがですね、電気をパワーにするっていう能力なんですね。電力自体がパワーみたいな存在なわけです。で、その電気の力ってこの森王朝というところが舞台なんですけれども、地方都市とはいえ日本の地方都市なので、それなりの電力供給というのが十分にあるわけですから、ほぼ無限大のパワーを持っているということになります。で、もうこのシーンは音石明が追い詰められて、でもう本気出すよと、この辺にちょっとありますけど、必死になるよと言っている段階で、もう本気出した時のビカーなんですね。で、その威力がさらにドヒャーという形で、もう溢れ返っているっていう描写になるんですが、ちょっと頭悪そうだなと思うんですよ、このビッカーってね。だって電気で輝いてるからビッカーなわけですよね。で、パワーが満ち溢れてドヒャーなわけですね。言いたいことわかるけど、冷静に見るとちょっとバカっぽいなという感じがします。で、ただですね、これはやはりこのレッドホットチリペッパーズ、そして本体である音石明という人物がうまく描いてあるなっていう感じがするんですね。なんでかっていうと、この音石明っていうのはですね、このレッドホットチリペッパーズの能力というものを持っているんですが、電気の力ですよね。だから電気のコードというかコンセントを通して、コードっていうところを通じてどんなところでも、ほぼどんなところでも出入りができるっていう力を持ってるんですね、実は。だから電力を使うことでパワーっていうのもスピードっていうのも強力にもなれるし、一方でその電線があちこちに張り巡らされていることで、どこにでも神出鬼没で行けるっていう力を持っているっていうことなんですね。だからそれこそこういう森王朝のような地方都市においては結構無敵な存在であるというわけです。で、それをいいことにですね、いろんな家に忍び込んで、電線を通じて忍び込ん で、いろんなものをくすねていたっていうことなんですよ。で、意外とせこいなと思って、結局ですね、この後、丈助たちが戦って勝利し、そして、窃盗罪が適用されますので、警察の捜査が入ってですね、実は、総額5億を超える、窃盗を繰り返していたっていうことなんですが、意外とせこい人間だなっていう感じがするんですね。ここに出てますけど、ギターでギタリストをこう目指しているっていう言うんですけど、そこの目指す理想に比べて5億ものですね、窃盗を繰り返していたっていう人間的なちっぽけさっていうのがあって、言葉はちょっと悪いですが、バカだなっていう感じがするわけですよね。そういう存在がですよ、もう切れたと、本気出したと、必死になるよと言った時に、どうなるかっていうと、ビカーかなって思うんですよね。納得と思うわけですよ。で、もう、てめえ絶対許さねえ的なことを言った場合にどうなるかっていうと、おそらく、このドヒャーっていう感じで表現してものすごくぴったりなのではないかと思うんですね。で、このスタンドもですね、あんまりこう品性がないデザインですよね。この辺が音石明の人間性というのがこう描写されていて、その言葉ではない部分でのキャラクターっていうのがすごくよくわかるなと
思う効果音になっています。で、まあここまでですね、こういう動画を見てくださる方はおそらくこのジョジョの展開もご存知だと思いますけども、この後ですね、まあ割としょうもない形で負けるんですよね。結構ここまで最強キャラだった割には、この後しょうもない形で敗北します。そしてまあその5億の窃盗とかいうことも明らかになるんですけれども、ここのジョジョの奇妙な冒険34っていうのは、その音石明っていうですね、前半のボスキャラが倒されて、そして後半になって今度主要なキャラクターがまた出てくる、その切り替えの感なんですけれども、結構充実で面白い感になっているなと思います。なんせこの音石明っていうのが今まで恐ろしい存在だった割にすごくこうがっかりな形になっていくっていうところがうまく描写される、その象徴的なシーンがこのビカーと、そしてもう一つがドヒャーかなと思います。はい。でこのドヒャーモードまで行くとですね、このレッドホットチリペッパーズも周囲のその地方の電力を使い切ってしまうので、当分ですね活動停止になってしまうっていうぐらいなんですね。だからまあそれぐらい必死になったっていうことなんですけれども、まあそんぐらい絶対的なパワーを持った割に、この負け方かっていう形なので、そこも見どころになります。そこはまた別の機会でお話しできればなと思うんですけども、今回は音石明の愚かさ加減っていうのがビカーとドヒャーでうまく出てるなっていう話でした。ジョジョの奇妙な冒険のコミックスだと34巻、漫画家のうちへ遊びに行こうから2コマ借りてきました。今回は以上です。ありがとうございました。